こんにちは、吉松でーす。ということでですね、今回これですね、嘘つき男と泣き虫女ということで、異性が考え感じていることをさらに深く理解できるように読者や編集者の意見を取り入れて第2作目を書くことにしましたということですね。このお二人ですね、アランとバーバラ、アランとバーバラ、アランとバーバラ書いた本です。男と女がもっと分かり合うためにということで、私もですね、まあ、ちょっと女性の心理がですね、いまいち、これね、このアランとバーバラ、仲良さそうな夫婦ですけど、そうだな、これ。よくわからんですね。ですね、この本はだいぶ前の本ですがね、2003年の本です。今から19年前の本ですね。あ、やっぱこれは、バーバラとアランは夫婦ですね、これ。夫婦です、夫婦。当時ね、まだわからんけど、まあ、今でも夫婦かもわからんですけど。19年前の本なんで、まあ、大体基本的なことは書かないですけど、心理学の感じになってるんで、これ。男はですね、話すのと聞くのをですね、同時にできないと。女は話すと聞くが同時にできるということで。だから男は話すことが、聞くと話すと同時にできないので、相手が話している時は黙って聞いていることが多いということで。いや、女と男と違うと、ね、いうことが書いてあるんですよ。男というのは仮に、まあ、3年ぶりの友人と出会ってもただ飲んで疑い語っていくだけで、後からその相手の友人が実は離婚したなんて話は一切そんな情報を聞かないんですよね。女の人はなんで会って話したのにそんな情報を聞かないんだっていうことになっちゃって、いうようなことも書いてあります、この本には。だから、あらす内容も違うし、男の人たちは大体相手が黙ってたら、なんかちょっと今日は喋りたくないなと思って、ちょっとこう、聞かせてね、あんまりこう、根掘り葉掘り聞かないですよ。どうだった、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 それで、それで、それでとかあんまり聞かないんですよね。まあ、なんかこう、あるんだろうなと思って、こう黙って自分をこう、揉んで、で、1時間ぐらい、1時間半ぐらいして、まあじゃあまたなっていう感じの時もありますので、まあ、やっぱり私はどちらかというとまあおしゃべりな男なんでいろいろ聞きますけど、いろいろいますよね、男の人も。ただ自分の前でもやっぱり非常に無口な人も結構いるので、本当無口な人います。何もしゃべらない人いますよ。ただなんていうかな、私もこうタバコ吸ったりとかね、お酒飲んだりは過去してたんで、こう一緒には空間はいますけど、この間もガソリン屋さんでタバコ吸ってたけど、別に、まあ、タバコの喫煙コーナーがあるんでそこでタバコ吸ってたけど、別に喋らないって買ったりとか喋ったりとかいろいろありましたけど、なんかなって感じですね。女性はでも元気ですよね、やっぱり。まあ元気ない人もいますけど、ゲソッとして、まあ、元気な人が多いかなって感じですよね。まあよく喋るし、まあこれね、女と男のケーススタディがいっぱい書いてあるんですけど、なぜ女は男が解決策を提示すると腹を立てるのかということです。女の脳はおしゃべりを通じて相手と交流する配線になっている、頭の配線がね。だから話すこと自体が目的であって、話している時に答えや解決策は求めていないと。ここにカップルが陥りやすい落とし穴があると。女は今日あったこと、昨日あったことを男に話し、同じ気持ちを分かち合いたいだけなのに、男は解決すべき問題が提示されたと思ってアドバイスを始めると。だからその時女の人は自分の話を聞いてもらえてないというふうに思うんですよね。なるほど。自分の話を聞いてもらえない女も自分のですね、解決策を受け入れてもらえない男も腹を立てると。
どうして黙って話を聞いてくれないの、女は叫んでドアを閉め、男はその背中に向かって怒鳴る、俺の意見が聞きたくないのは初めから話すな、ということで、男も女も自分の話がないがしろにされているというふうに、まあ、憤るということです。男は女の問題を解決してあげることで愛情を表現しているつもりと、でも女は男が自分に無関心だし気持ちを踏みにじっていると感じてしまうと、まあ、よくあるパターン、非常にこうありがちな話が載っています。私もそのことに気が付いたのはずっと後でしたね。やっぱり40過ぎてからかな、一生懸命その解決案みたいなことを考えちゃう。例えば女がこういうことで昨日ね頭に来たんだよなんて話をすると、まあ、それはこういう時はこう上司に話してこうしたらいいんじゃないかってみたいなことをつい言いがちなんですよ、男としては。ただ女の人が求めているのはそうじゃなくって、まあ前までも腹立ったんだね、だったら聞いてあげて、なるほどなるほど、上司はこういう上司でね、で私お前あんた立場はこういう立場で、まあ、思えなかったのかもしれないけど、もうちょっとこう上司も入るかとか言うかったかもしれないけど、まあここは我慢して続けるのかななんて言って、でもまあ結局自分で決めるんだよねみたいな、そういう話をしていけばよかったのに、いやその時はこうしてこうして、ダメな時は弁護士頼んでとかそういうおかしな解決策をいっぱい作っちゃうので、女の人はああこの人全然共感してもらってないなと、で話を聞いてくれないってことなんですよ。男としては時間を割いてね、自分のその時間を割いてその話を聞いたつもりになっているんだけど、なぜ女の人があんたは話を聞いてないっていうのかっていうのも分かんないですよね、若い頃特に。私もよく分かんなかったです、全然そのこととか。時間を使って話を聞いてあげたのに、後からあんたは全然話を聞いていなかったと言われると、なんでって、ちゃんと時間を使ったのに、ね、自分の意見をあまり差し挟まずに最終解決案も相手に提示してあげたのに、なぜ話を聞いてないって言われたのか、ってよく分かんないで、なんか非常に相手の彼女が不機嫌になったことが今まで何回かはありますよ、やっぱし。でもなんかこれに書いたらどうですよ、これ読んでみて、後から40過ぎてから読んだな、この本は。ああこういうことだったのかっていうのが分かったんですよね。共感してほしいと、女の人は共感してほしいんだと、ね、って俺はあんたの、ね、常に立場に立つあんたの味方であると、あんたが、ね、そういう目にあったら私は悲しい、ね、あんたが幸せになったら嬉しいという共感をしてもらいたいという、話すことの中身は目的はないんですよね。喋って相手が本当にこう自分の目を見ながらっていうこうじわっとこう伝わってくるものがあれば、この自分のストレスをバッとこう相手に、まあ、ストレスのそんなぶつけられる男はかなわんですけど、うわっといったことをこう受け止めてくれて、まあいろんなことあるわねなんていう話になってね、そうなんですよそうなんですよなんて言って、でこれ読んだ後に私そうやって相手の話を聞いたことが結構、聞いてる時間1年半ぐらい聞いてあげたことがあるんだけど、まあ、疲れるんだこれがまた。もう結局その人とはもうお別れになったんですけど、私の場合ね、もう勘弁してくれっていうことで、話すための話なんですよね、それが。男から言わせると、その喋るための話、解決策も何にもない、ただ相手の愚痴を延々聞いているような感じになってしまって、私の場合ですよそれは。それで非常に疲れたんですよ、もうめっちゃ疲れるんですよ、その人喋ると。まあ向こうはなんか私と喋ってると癒されて嬉しいってたまに言ってましたけど、癒されてっていうか私自身もすごい疲れるんです。喋りも疲れるけど、なんかエネルギーヴァンパイア、エナジーヴァンパイアみたいな感じでこうガーッと自分のエネルギー取られたような感じになって、ものすごく疲れたことがあって、まあこれダメだと、自分の寿命も縮んじゃうということで、まあこうなったことがあるんですよ、別れに。で相手は分かんなかったですよね、私と会えば飯をおごってくれるし、いろんなところにお金出してくれるし、エネルギーもごっそり取れて充電して、日頃の愚痴、フラストレーション、イラつきも
で、ある程度その聞いてくれるしということで、非常に私はいい人だったらしいんですけど、ちょっと私はね、ちょっとこれ勘弁してほしいなと。まあ、仮にその人と結婚もししたら、そんなばっかりですか、毎日毎日。ちょっと私自身の性格の破綻してる部分もあると思いますけど、ちょっとそれは無理でしたね、やっぱそういう人はやっぱし。まあ、でも、これ勉強してみて、それは分かりましたよ。やっぱりね。でもね、ごくごく若い時、やっぱり20代の前半とか、まあ、中ぐらいからの恋愛っていうのは、やっぱり相手の話も聞けるし、共感できるし、やっぱり相手もこっちの話も聞いてくれるし、非常にいいですよね。まあ、それ過ぎて35、6、40になってきてからの付き合いになってくると、やっぱりどうしてもねダメなんですよね。あるいは結婚しての場合はやっぱりお互いの我が出てくるし、なかなかそれ難しいですよ、やっぱその辺は。あとね、私が思うのがね、あの欲望が違うんですよ、男女の場合は。女の人は、男の場合はただ普通に、まあ仮に給料を運んできてもいいけど、普通にただ生活できればいいっていう パターンなんだけど、女の人の場合はもっとね、欲深い感じがするんですよね。もう最後全部欲しい、ね、男までコントロールしちゃってっていう部分があるので、そういうところで男としては非常に窮屈なんですよ、生活が。まあ、そのでもそうじゃない女の人も多いと思いますけど、なんか私そういう人を引き寄せちゃうような力があるんでまあね、最後コントロールされてしまうんですよね、これと弱みでね。まあそんなこともあります。はい、で皆さんもね、こうなぜ奥さんとね話が通じないんだとか、なぜ彼氏と話が通じない、旦那の話が通じない、いっぺんこれ読んでみてください。これ読んで、ある程度諦めた方がいい部分があります。では、また次回で。